さあ続いては県内に在住しています、外国の方々を紹介するハローニーハオこんにちは。今日はサッカーですよね。そうですね、はい、今日はエジプトの元プロのサッカー選手で、はい、現在宜野湾市で少年サッカーの指導をしていますエジプト出身のイブラヒム・エルサムニさんをご紹介します。エジプトはサッカーがものすごく強いんで私サッカーファンとしては期待しています。どうぞ、はい。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي إبراهيم السمي. أكرمني من أسر. إيشني سكر مسنكا. إبراهيم إلساموني さんはエジプトカイロの出身です。現在アクセサリーなどを輸入する貿易会社を経営しています。沖縄に来て23年になるエルサムニさん。流暢な日本語で営業もこなします。この日は那覇空港の免税店にある商品の確認に来ました。24年前、エルサムニさんは母国エジプトでプロのサッカー選手をしていました。子供の頃からサッカーが大好きだったエルサムニさん。10歳の時、クラブチームにスカウトされ、20歳にはエジプトの代表選手に選ばれ、プロ選手として活躍してきました。しかし23歳の時、右膝を故障したためプロを引退することになりました。日本に来てしばらくしてから膝の手術のため入院したエルサムニさんは、そこで県出身の女性と出会い結婚、沖縄に永住することを決めました。私にとって、サッカーというのは私の人生の全てだったんですよ。サッカーやめると思わなかったんですよね。それ23歳だったもんですから、これからだったんですよ。私にとっても朝もサッカー、夜もサッカー、お昼もサッカー、もうサッカーばっかりだったんですよ、はい。だから勉強しながらサッカーやったじゃなくて、サッカーやりながら勉強したんですよ、はい。それやめると思わなかったから、とっても辛かったですね、はい。自分の人生の全てだったというサッカープレーヤーを辞め、辛い思いをしたエルサムニさんは、今では子どもたちにサッカーをすることの楽しさを教えようと、宜野湾市にある少年サッカーチームの監督をしています。沖縄の子どもはですね、個人的なレベルですか、サッカーに対して個人的なレベルは高いと思うんですよ。ただ、チームのプレーがまだ、もう少し頑張らなくちゃいけないなと。沖縄の、子供の場合ですよ。うちのチームの場合は1年生からの子供入ってるんですよ。そういう子供が、最終入った時、もうボール切らないぐらいのレベルですよね。それ成長見るととっても楽しいなんですよ、2、3年前から、ボール切らなかった子供、今も素晴らしいシュートもできるし、点も取れるし、ヘディングもできるし、私にとって幸せなと思ってるんですよ、はい。とっても楽しいですよ。沖縄から J リーグチームを出したい、それがエルサムニさんのこれからの夢だと話していました。ユイマール、サムニさん、ユイマールって言葉はどうして好きなんですか？これもサッカーに、つながるものですから、ユイマール、助け合いの気持ちがあるから、サッカーにもつながることですから好きです、はい。إلى اللقاء مع السلامة。エジプト代表選手が元宜野湾で、はい、サッカーを教えてるんですね。いや、エジプトは、うん、アフリカというのは、大体21世紀のサッカーをリードするのはアフリカ大陸だと言われてるんですね、はい。でナイジェリアとエジプトが最もレベルが高いんですよ、うん。しかもエジプトとは元からレベル、元々レベルが高いのね。そうなんですね。子供の頃から皆さんはサッカーに親しんでいるということで、すごく盛んな国だというふうに話していました。サッカーファンの一人としてぜひ私も勝負をしたいと思いました。それではニュースを続けます、はい。今日は旧暦の